こちらはネクスコ。午前2時30分現在の常磐道、大観、磐越道情報をお知らせします。はじめに、常磐道、上り線の情報です。火災のため、午前2時14分より、柏インターから流山インターまでの区間で通行止めになっています。続いて、下り線の情報です。柏インター付近で火災が発生しています。この時間、三郷ジャンクションから湯原インターまで20分ほどかかります。引き続き、外観内回りの情報です。小泉ジャンクションから大泉ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間、川口ジャンクションから大泉ジャンクションまで15分ほどかかります。続いて、外回りの情報です。大泉ジャンクションから小泉ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間、川口ジャンクションから小泉ジャンクションまで25分ほどかかります。引き続き、磐越道上り線の情報です。船引き三春インターから大インターまでの区間で凍結防止剤散布作業を行っています。続いて、下り線の情報です。雪のため、郡山ジャンクションでは、冬の耐雪場に、また、郡山ジャンクションで、最高速度が50キロに、それぞれなっています。続いて、通行止めのお知らせです。1月13日から15日、毎晩夜20時から翌朝5時まで、常磐道、常磐線、いわき中央インターから広野インターまで、工事のため通行止めを行います。ご理解とご協力をお願いします。